帰ります。服はゲットした。これはでかいね。はい、でハウス見つけました。一応車に保管しておいて。皆さん、ただいまね、絶賛台風が来ておりまして、ちょっと停電してしまってデータが飛んでしまってるんで、軽く、飛んだ内容を説明させてもらうと、まあ、このね、家の周り探索して、こっちが警察署方面なんですけど、なんとデブリがありました。道を塞いでる、うん、障害物ですね。でこれがあることによって、このルートから警察署に行けなくなってしまいました。なんですけど、実はスコップ持ってるんですよ。でスコップを使って、まあ、取り除ければいいかなっていうところまで来てます。ただ時間もね、もうね、日没まで近いんで、一泊してからちょっとデブリを取り除きます。その間はちょうどこの家にデスクがあったんで、読書して今ね、うん、スキルを新たに獲得しようとしてるとこ。さっきちょうどスキルフルサーチの、うん、またスキルブックが来たんで、これがあることによってさらに 25% アイテムとかを探す AP 消費ポイントが、節約できるんで、ちょっとここら辺をね、読破していきたいと思います。 OK 来た。これでどうなった？スキルフルサーチ2つ、だから 50% 節約できるようになりました。これはでかいね。うん、そして続いてはこれですかね。これをちょっと読破したい。できればシックブック、これを読み終わると体力のステータスが増えるっぽいんですよ、これね。うん、この数値が高ければ高いほど移動に使う AP の消費量がね、うん、少しずつ少なくなるっていったやつなんだけど、ステータスはマックスにしてないんで、ちょっとこれをね、読破したいです。まあ、できるかは分からんけど。すいません、2回目の停電が起きてまたぶつ切りになってると思うんですけど、ちょっとね、もう中断しようか、そろそろ。あのあとね、覚えました、シックブックで、これによって体力ステータスが増えました。うん、移動に使う AP の消費量もね、うん、増えづらくなりました。そして今ちょろっと見えたんですけど、なんとこのハウス、あさってたらライフルが出てきました。これは非常にありがたい。ハンドガンよりかはね、威力高くて、で有効射程距離もハンドガンよりか広いです。ただ現状はね、ハンドガンよりかはね、若干命中精度が低いかなって感じなんで、ここは熟練度を上げてボーナスを得ていく感じになるっぽい。まあ遠目から撃てる武器がね、手に入ったって感じですかね。で、スコップ取ってきました。スコップ取ってきたんで、今からちょっとこのデブリを排除したいとこなんだけど、あんね、今よく見たらね、品質が 12% しかない。だから持つかなって感じ。デブリ 9.9 で、これは、あー、体力ステータスもそのデブリを取り除くボーナスに入るっぽい。はいはいはい、 0.1 分プラスされる。まあ、今回で2取り除ける。取り除く、 OK で、消費は、あー、そういうこと、デブリを取り除く分には品質は保てるみたい。え、ならなら全然全然、もうごっそいごっそい。はい、ありがたいね。うん、体力ボーナス、撤去数値がね、約1分今増えてました。はい、ご苦労さん。いけるか。よしよし、今回でいけた。待って、デブリ 0.1 残んのか。よし、来た。それでは皆さん、念願の警察署行きましょう。果たして武器はどれだけあるのか。ちょっと待って、ボックスじゃない。大丈夫かね。うん、ある程度減らしてきたけど。行きます。ポリスステーション、元職場ですね、ここは。なんでこれ、あ、パーツか。開かないよね、やっぱ警察署だかんね。
施錠はされてますよね。ちょっと休憩。血痕があるから、まあ、何かしらいるとは思うんだけど。どうしよっかね、窓。あ、こっちも扉あるわ。え、開いたって書いてる。開いてる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 。開いてる扉発見。はっ。人入ったかね、これ。もうないですかね、武器。ガンラックあった。ガンラック。来た！ショットガン。ショットガン来た。で、ハンドガン来た。あれ？みんな、耐久値がないわ。銃関連、今気づいたけど。壊れる心配がないんだ。撃っても。早そうなんだ。これはいいこと知れたかも。とりあえず、うん。銃を2丁ゲット。はい、ここでレベルが上がった。どうしよっかね。銃使うからね。ブルザイ。OK。これで命中精度は上げた。銃の。何もない。外れ。外れもあるんですよね。実はたまに。シェウルズ。フーディー。ライス。米あった。やっぱ米だから重いね。0.7。で、ガイドブック。ハードウェアストア。まあまあまあ、持っていこう。レッドドットサイト。ピストル、ライフル、ショットガンの精度が上がる。チャージ 38%。消費 2% だって。やっぱ電池を食うみたい。電池が全然手に入んないよね。おお、ポリスステーション。いや、意味ないか、これは。警察官だから、この、うん、そうだね。このマップにある警察署は全部把握できてるんだよね。つまり、1箇所、2箇所、3箇所しかないんだ。いや、本当にそうなのか？呼んだらもしかしたら増えるっていう可能性もあるよね。検証しようか。読める？あ、そうか、もう、ん？ AP は？あ、はい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 。特別な場所は全て知ってる。だから、やっぱりこのマップには3箇所しかない、警察署。で、職業が警察署だから、やっぱり全部把握してる。うん。電池欲しいな。あ、傘来た。やった。傘はね、雨の時便利ですから。はい、こっちはもうなんもない。で、ワイヤー取って、開けます。ガンラック、あそこしかないのか。ゾンビはいなかった。消火器？火災を消火する武器として使用可能。これはね、頼りになりますよ。ただ、重い。結構重い。あ、レインコートもあんだ。来とこっか、とりあえず。レインコート。ストリートマップはあるんだけど、ちょっと火として。燃料として使えそうな気もするから持っていこう。はい。警察署来たんですけど、ちっちゃい警察署だったみたいで、銃器が2丁しか手に入りませんでした。予想ではね、弾も手に入るんじゃないかなって思ってたんだけど、そうじゃなかったね。残念ながら。ここのシェルズは？弾くれ、弾。ウッドグル。武器や道具に使用すると次の効果が。品質が上がる。あ、グル。接着剤だ。これで耐久値を上げるって感じか。多分ね、使い方としては、これ、このまま使ったら多分、意味がないと思う。いや、意味はあんのかね。このまま使用してこう選択すれば、品質が上がるのかもしれない。OK、OK、OK。あ、まだデスク見てなかった、ここ。時計か。弾はなかった。残念すぎる。銃はね、とりあえず一式分は手に入ったけど、残念でしたね。どこで手に入るんですかね、あと、弾は。ハードウェア回って、クロージングで、一旦ハウスに戻ろう。ここで、また、車の中に、物を、整理して動きましょうかね。嘘！
起きろ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 、物音が聞こえるなら起きろ。まだ破ってきてないけど、破れるよさすがに。これ寝息に反応してんのかね、寝息に反応してんのかね、どうなんだろう。正直ね、あの武器がね乏しくなってきてるんですよ現状。だからゾンビにはね極力ねとどめを刺さないようにして、危険を回避して逃げる必要が出てきた。恵まれてたんですよね最初、武器関連がたくさん取れて。でも実際のところはそんなこと長く続かないし、でゾンビにとどめを刺すために頭を攻撃すると通常の、まあ、50% の割増しで耐久値が減るんですよね。だからこのゲームの基本的なゾンビとの戦闘っていうのは、手とか足を殴って動きを封じて逃げるっていうのが基本なんでしょうね。とどめを刺すのは本当にその場をちょっとしっかりと確保したい時ぐらいなんだと思います。なんねえ、邪魔しなさんな。あんまこいつに関しては、ああ 1.8 か、まあ通常のキッチンナイフでも倒せるけど、いやもうこいつまで倒そっか。あ、ギリ持ってくれた品質。それじゃあ出ましょう。開けて、あーゾンビが向こうから来た。バレてんね。いやバレてはいない。あーゾンビたちが襲撃始めた。これでまあゾンビにはバレるけど、こいつはどうだ、手は、あいけるいける、手を削いで引っかきをされないようにして、こっちでガラス取って、おーっとスピアあるぞ、マチエテスピア、ここも取り行こうか。これはいい武器じゃないか、射程も長いね、うん、槍だから品質が低い、思ってるよりか。まあ、ここまで来て休憩、大丈夫、攻撃は受けない。ほらやっぱね、噛みつき攻撃に関しては前々から言ってますけど、おそらくされるとは思うんですよ。ただ特定の条件が重ならないとね、この腕がない状態だとされないんじゃないかなって自分は見てる。壊れてんね、さっきのゾンビが壊したんですかね。入った、間に合わせのアーマーそこそこありそう。なんかこの間に合わせのアーマーっていうのはゾンビのね攻撃を1回防いでくれるんだって。多分通常の引っかきを防いでくれるって意味だと思うんだけど、まあちょっとしょぼいよねもうちょっと防いでくれよって言いたくなんだけど、できればねダメージ軽減をしてくれるっていうのであれば助かったんだけど、そうではないっぽいんだよね。1回だけな、1回だけみたい。だからまあ正直しょぼいやつで、ライダー来た、貴重な日、ロックピック施錠された、おおいいねこれ。スパナ来た、オッケー、ワークベンチ、あゾンビにバレた、ゾンビポリスオフィサー、警察官ゾンビ来たわ。平均的に高そうね、うん、警察官ってことだから身体能力は。まあもうバレたね、こいつはちょっと潰しとこう。なんか弾を、ワンパン、ワンパンか、弾を落としてくれるとかなんか特徴があったら面白いんだけどね。どうですかね、バール来た、可能なアクションこじ開ける、施錠されたところをこじ開けてくれる、あーでかい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 、やろうか。わあ警察官って感じがするわ、帽子かぶってる。これ多分ね、ま、これならいけるんだよね。うん。今窓が遮ってるから。足潰そう。ほらよ。やっぱね、多分これを通常のナイフとかに切り替えると、まあ、キッチンナイフにしとこうか。あ、届くんやん。あれ、前ね、窓
壊れた窓が目の前にあったらね、攻撃が届かないみたいなのが出たんだけど。ごめん、木のせいだったみたい。ここだ。ゾンビとの距離で、ここの数値を見てれば、届く武器、届かない武器がわかるみたい。うん。でもこのゾンビは、こっちには来れないはず。なんで、安心して探ろうか。うん。こうやっていくのが、まあ、基本的な戦い方になってくるんだと思います。家具を壊す。家具を分解して素材に変えることができるみたい。で、ワークベンチで今作れるのが、ボーンナイフ。バーブドワイヤー。鋭いトゲを持つ。はいはいはい。バーブワイヤーバット。ルシールですかね。ルシールが作れるみたいよ。これはある。ガラスナイフは非常時用ですね。これは 1.1 から 1.3 しかない。ボーンナイフは、ボーンナイフの方が強いわ。でも40。あ、アックスで壊せる。うん。このワークベンチ。あれ待って、日没のね、時刻が短くなってる。季節が変わり目っぽいな、これ。日が落ちるのが早くなってる。まあ、つまり、朝になるのも早くなるってことか。OK、できた。ボーンナイフ、非常用の、うん、武器、作りました。いいのあるぞ。いやー、ゾンビ寄ったー、角に。いやいや、待って。すげえゾンビいる。ヘルメットゾンビ。視界が狭い。噛めない、だって。耐久値が高いわ、見て。青色の銃っていうのは、防具の耐久値だ。おったか、ディケイドゾンビ。あっぶな、気づいてよかった。病原持ちか。だったね、ディケイドは。これ多分、触ると、基本触るとダメージ受けるんだよね。あ、これだと。これでも受けんのか。ボーンで、これでまあダメージを受けない。で、足。もうこれでもう無理、無害。うん。ライター来た。料理めちゃんこできる。もう先生かけて。横にもいたか。どんな感じ？ヘルメットしてんね。機動隊ってわけじゃないね。バイクのヘルメットっぽいね。生前のサバイバーだったのかもしれない。こうなると。待って待って。なぜか知らないけど、ボーンナイフ使うとモラルが低下するっぽい。この武器の元になった人のことを思ってるんですかね。そんなこと思わなくていいって。ただのカルシウムだって。ただのカルシウムだって、今持ってるもんは。木に病むことないって、マジか、お前。あ、足崩して。オッケー。これでまあ、うん。安全は一応確保。木に病むことないって、ボーンナイフで。カルシウムだって、カルシウム。みんなも思うでしょ。ウッドバット来た。え、ルシール作れるやん。バット手に入れたから。はい。ペンチ来た。金網を切断できるって。プライヤーか。うん。わー、ライターありがたい。もう料理しようか。ここまで来たら。ゾンビはね、気づいてない。うん。ここはラグでちょっと覆い隠して。あ、病気になってる。やっぱ触れるのは、あいつに触れるのは危険だね。だから、銃か、これ有効なんですかね。マチエテスピア。射程長いけど、若干。ここら辺を使うべきなんでしょうね。あ、病気になっちゃった。そして、イランもくべて、ちょっと料理に、使いましょう。オッケー。腐った肉これで処分して、で、次は、2倍になるもんを、作ろうか。これで、米。うん。20。料理すると、モラルが上がるっぽいね。モラルにボーナスがつくっぽい。ちゃんとした料理を作ると。保存食を料理するとね、モラルが3。うん、回復する。あと、あったかさ。OK、ゾンビ気づかない。
ああ、上のは気づいたっぽい。え、入ってきてる。待て待て。お、早く起きろ。酔ってる。痛い。痛い。そうか。物音がしないから起きないんだ。ああ、そうだった。窓開いてた。まあ、俺の不注意。おっと、今回は、モラル変ないよ。うん。ちゃんとカルシウムって認識してくれたんですかね。さっきなんで減ったんですかね。なんかステータスが減少してて、それで徐々に減っていってたのかもしれない。あ、おそらくモラルか。モラルが低いと、ゾンビを攻撃するたびに、この悪夢がまだまだ続くんだっていうので、なんか、うん、精神的に不安定になっていくっていうのを表してたのかもしれません。クソゾンビめ。完全に動けんごして、で、上がもうちょっと危ないから、上に移動する。そこね。ん？こいつじゃねえな。しまった。一旦ちょっとここで置いて。は？は？待って待って。さっきどんどんしてたのは誰？こいつか。こいつがどんどんしてた？待って待って。今分かったのは、足を崩しても、上下左右一マスにいる生存者には、引っかき攻撃をしてくる。うん。ただ移動ができないってだけ。移動はできんのか。移動はできるけど、移動速度がね、減ったってだけみたい。うん。本当に単純に機動性が減ったってだけみたいね。攻撃ができます。だから、近づかん方がいい。ちょっと寝さしてくれ。痛い！通常のゾンビが窓から入ってきたんだ。そいで、寝さしてほしいのにね。バットバットバット。そいで、殴って、動けないから、ほんと邪魔しないで。なあ、病気を治させてくれ。結局病気治らんかった。マップ、使用して、結構な、エリアが判明した。マップの切れ端ってこの近辺だけじゃないんですね。ランダムでわかるっぽいわ。あ、ガスステーションある。ここにガソリンがあんのか。こっち関係はないのかね。ガソスター。来てる。ハイズリゾンビあんな感じか。あ、勉強になったわ。どういった感じで移動するのかなって思ったんだけど。あ、車ある。HP 低いから、もうまとめてやる、ここ。ハイズリがめっちゃ集まってるわ。ナイフで。OK。で、こいつはもう腕やろう。これで動けんから。これゾンビが邪魔になってこいつ来れないんじゃない？ここに。可能性は十分あるよね。開いた？開いたっぽい。修理が必要な感じっぽいね。あ、燃料を回収もできるか。サイフォンポンプがない。サイフォンポンプはね、確か作れんかったっけ？ほら、間に合わせのサイフォンポンプ。車によっては燃料効率もあるわ。これが良ければ消費を抑えていけるんだ。この自動車はいいんですかね？前の俺、見てないわ、燃料効率。これは、こっちからガス抜いていこうか。サイフォンフィルターは作れるから、サイフォンっていうか、シュポシュポするやつね。あ、待って、燃料管の心配はしなくていいのけ？一応空き瓶はある。うん。一つ。そこ気になるよね。ちょっと待って。燃料を回収する。利用可能なサイフォンポンプがない。いや、いけるようであってほしいね。一旦戻ろっか。こうなってくると。30か。まあまあ、ちょっと時間かかるけど。プラスチックとテープでできるみたいね。ちょっと待って、寒いってどういうこと？あ、壊されたんだ。攻撃で。だから着てない判定になってた。やばい。待ってね。今あったかくしてやるから。あっぶねー。
今気づいてよかった。とりあえず重ね着できるだけ重ね着して、レインコート脱いで、ワークグローブつけよう。作業速度が上がるんだった、これをつけてれば。HP を回復させる方法って寝るしかないんですよね、これ。寝れる？ここで寝るのは危険だ。あ、ゾンビがいるからか。ちょっと待って、まずね、寝た方がいいわ。覆って、いけるいけるいける。病気、病気治して。OK、元気になった。しまった、OK、OK。よしよしよし。とりあえず HP は減んなくなった。あ、作業効率上がったね。わ、これに早く気づいてればよかった。よし、できた。できたけど、日没までもう時間がない。日が落ちんの早いのやばいね、これ。ああ、ハエ釣りも重なる感じになるっぽいね。それは知らんよ。まあまあまあ、これで大丈夫。そっか。ハエ釣りそんな感じか。邪魔にないんだ。重なるんだ。じゃ、潰す。OK。はい、じゃあね、燃料回収、いける？待ってね。何しろってこれ。あ、何に入れるか？もしかしてガソリン。ちょっと待って。接続開始。接続先だって。燃料を必要気がない。これじゃない？いけない？ダメっぽいなぁ。缶がないとダメっぽい。待って。これを修理します。これを修理します。これをちょっとターンをかけて修理して。OK、修理完了。で、運転。これを、今ハウスなんだよね。移動に必要な燃料 1.8。下から行くと、下からって選択できねえんだ。これで、ここまで運転。そんな感じか。どうにか隣接して、つなげないかなって思ったんだけど、それはできんか。わ、ガス缶ってどこで手に入んのかね。やっぱガスステーションのみですかね。でも近場ないんだよな、ガソスター。スワットゾンビ！完全武装のゾンビ来た？お前待てよお前。聞いてない。ちょっと待ってお前聞いてないって。そこに物たくさん積んでんだって。ちょっと逃げよう逃げよう逃げよう。ゾンビはいないゾンビはいない。這いずりおった。入れないかな。開いてない。あ、でも壊すことはできる。6で壊せるけど騒音が発生するから、スワットが来ちゃう。ないよ、スワットゾンビって。やばい、ダメージ受けるわ。1回。あ、よかったよかった。つかみだけだった。バカ野郎！ボンナイフ壊れちゃった。開いた。いや、暗くてバレてない。下に逃げろ。壊れてる。あ、ワンパンで壊してきた。ボロボロなんだけど。大丈夫大丈夫大丈夫。OK。武装ゾンビは襲ってはこんかった。ああ、溜まってるゾンビが。スワットゾンビはどっか行ったっぽいね。その代わり2体来てる。運転。ガンショップ。デブリがあるわ。ガンショップからハウスには行けないのか。チャーチー。はい、皆さん。おお、待て待て、これはスクールバッグか。てっきりガス缶に見えた。
はい、皆さんどうにかね、当初予定していたガンショップまで来ました。おそらくね、結構これ長くなってるっていうのは分かってるから、何本か前に言ってる目標だと思うんですけど、悪？開いた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 、ガンショップ。車ね、あと1回分はね、運転できるから、ちょっと待って、なんか BGM がおかしいんだけど。え、やばいのいる？もしかして。なるべくちょっと軽くしていこうか。とりあえず軽くしたりとかいろいろしたけど、暖かさがね、全然暖かくなんない。まずいかもね。あ、爽快ってなってる。エネルギーが高いため一旦ごとに、あ、はいはい。モラルが高いため一旦ごとに AP が。やっぱエネルギーとモラルはね、常に回復させておくのがいいね。多めに動くんだったら。で、今、ビタミン剤摂取したから、なんか弱いビタミンっていうのが入ってるけど、まあ、3時間だね。プラス1ずつ増えていくんじゃないですかね。え、じゃあ、まあ、中入りましょう。一応閉めといて、ここは。今のところ異常はない。スコープ来た。ニスコ。ニスコ来た。よーし、弾来た。さすがガンショップ。弾ないとね。おお、覚えた。いきなり。得られる経験値が 20%。ファストラーニング。え、よくね？え、いや、こっち。当然こっち。来たー、2発。アイアンサイト。命中精度が上がる。できればもうちょい弾欲しいね。よし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 。よし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 。ここは外だよね、多分。いや、違うな。開けます。せーの。パカッ。オッケー。アーマーある。ゾンビいない。いや、いた。ちょっと待って。4か。ちょっとね、ラグかけたい、そこに。足りない。大丈夫。ここに、ラグ。ラグはね、手に入りますから。ラグラグで、オッケー。弾ありがて、サプレッサー。あー、ちょっとここ、いや、ガンショップでかいぞ、みんな。ガンショップ。もうないんだっけ、近場ガンショップ。ねえのか。ガンショップは抑えてた方がいい。警察署よりかはね、頼りになると思う。銃関連が欲しいんだったら。警察署も一応武器はあるけどね。必ずしも弾とかそういったのがあるってわけじゃないってことが分かったから。オッケー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 。神様、仏様、ガンショップ様ですよ。弾マジ多い。ニスコありがてー。プラスチック大丈夫だよね。うん、4スコ。範囲が広がる。ペインキラー状態上無効化する。わあ、マジライフルサプー。スチールパイプいいね、いいね。あ、ここにもあったか。ハンドガン。おお、アングルドフォアグリップもあんのこれ。はい、皆さん、ガンショップまでね、どうにかこうにか来れたんですけど、たんまりと重要な装備を手に入れることができました。一番でかいのはやっぱ弾ですかね。15発、これはでかい。しかも弾に関してはね、この世界ではどれにも使えるっていうことが分かってるんで、これはでかいね。うん。そしてライフルもちょうど手に入ってたおかげで、サプレッサーとスコープ使います。これで隠密でどうにか強いやつに先制攻撃を仕掛けることが可能になりました。で、武器の装備の仕方は、ああ、チョークとかね、フォアグリップに関しては耐久値は減らない。ライフルもだ、スコープもだ。スコープも減らないようになってる。唯一消費するっていうのは、レッドドットサイトぐらい。これはバッテリーを使ってるからってことみたいだけど、あとライフルサプレッサーか。
この現状2種類だけですね、消費型は。あとは全部使い放題。で、装備はちょっと早速装備するけど。あ、いけるんだ。こうやってつけんだ。おえ、で、スコ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 。4スコ。おいいやん。アイアンサイト。おレッドドットはどれにでもつけることができるみたいね。だから、戦う前に、切り替えていけばいい感じか。おお、ちゃんとつきますね。ほら。フォアグリップついた。で、これがフルチョークか。待って。解除できる？外すっていうことは？あ、どれを外すかっていうことは選択できる。じゃあフルチョークつけようか。OK。フルチョークでヘッショが強くなる。これは強敵が来てもどうにか対処できる、ようにはなりました。はい。ということで、本日はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。なかなかね、こう、時間がかかる、こう、すんなりといけるゲームではないっていうことが分かったんで、まだまだ、死ぬまでは、とりあえず、続けていこうかと思います。果たして、自分は、このゲームクリアすることができるんでしょうか？今調べてみたんだけどね、これやり直しが効かない仕様になってるみたいで、死んだら最初からみたいです。初見でクリアしたいよね。ここまで進めてるわけだから。もしね、よかったらね、この続きもぜひとも見てやってください。はい、それでは、島津のターミナルゾンビサバイバーズになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。